こんにちは、体の枝10万円勝負です。今日は2020年の5月7日、時刻は22時20分ですね。現在のエイダコインの値段は 5.296 円、あまり変わらないですね、はい、チャートの方を見てみますと、このように15分足だと、あまり変わりがないですね。 5.3 円付近で触れてます。で4時間足にすると、これも一緒ですね。 5.5 円からだいたい 5.0 円内でずっと触れてますよということですね、はい、ここ 2,3 日変わってない。ここが5月、これ4月30日ですね。だから今ちょうど1週間ぐらいですね、ずっとこの幅で触れているという感じになります。はい、ではね、ツイッターの方見てみたいと思います。はい、今日もですね、チャールズさんのビデオが、出てました。マーケティング&アダプションということで、ちょっと見てみますけども。Because this touches the poorest amongst us. B, if we get this wrong. 31分、ちょっと長いですね。なので、例によってね、ユータさんのちょっと記事を拝見したいと思います。はい、こちらがね、ユータさんのまとめたものになります。こちらにユータって書いてあって、題が2020年5月なのか、チャールズ生命マーケティングについての概要ということですね。はい、まずポイントは信頼を必要としなくすることということで、信頼がね、いらないっていうことですよね。ブロックチェーンを信頼すればよくて、人と人との信頼、あるいは会社と人、会社同士の信頼っていうのがいらないと、そういう状態にするのが、ポイントだと、そこが狙うところだということですね。で、銀行口座や保険等の金融契約には信頼が必要であったため、信頼のない人々は利用できない。これが 今ですね、はい、でこれから目指すところはというか、これからなっていくのが、互いに信頼がなくても仕事が成立するということですね。だからここの時代から、信頼が必要なところから信用がいらないというふうに変わっていくというところ、この見方は面白いなと思いますね。でブロックチェーンの製品は試作品が数多くで、実際に多くの企業はもう使っていますよと。で時価総額を心配する人は、最も評価されるビットコインが最も技術的には弱い、評価であることを思い出してくださいと。要はエイダのまだ時価総額が小さいですね。でビットコインもまだ小さいですけど、そうは言ってもビットコインは一番になっていますということです。でビットコインは大きくて、エイダはまだまだなのに、エイダの方が優れてるのかなってなるかもしれないけど、ビットコインは技術的には弱い。まあこれはエイダをね、支持している人ならいろいろ聞いたことあると思います。で速度もスマートコントラクトの書きやすさも、圧倒的にイーサリアムや我々エイダのことですね、エイダの方が優れてますよということです。ではなぜビットコインは巨大な存在になっているのか。それは彼らにはトラストレスな社会を作りたという強固な哲学、信念があり、それに向けて動く人々がいるからだと。思想はエイダと一緒で、非中央集権っていうのが目標に掲げて、それが強固な哲学を信念ってここで言ってるんですけど、それがあって、それに、ね、みんな強い意志を持って向かって動いているからだと。だからそこに信用があって、支持されて、巨大な存在になって使われているということですよね。はい、次に、マーケティングや採用ですが、マーケティングや採用ですが、これから多くの資格化やドキュメント化、メディアの露出を今後や財団とも力を合わせて行っていきますということで、ビーストモードということで、今年はいろいろね、露出や動きがね、大きくなってきてますけど、さらにまだこれからね、どんどんいきますよということです。ただ、忘れないでくださいと。本当に重要なのは、なぜ我々がここにいるのか、誰のための開発を行っているのかということですよね。はい、それがこちらになりますけど、金融インフラに恵まれないための30億人に信頼を必要としない金融インフラを提供し、皆にとってより良い世界を作るためにいますということですね。はい、この哲学と信念を忘れないコミュニティであれば、ビットコインを超えることができますと。なぜなら、哲学や信念はビットコインのコミュニティと同じぐらい強固でありながら、技術的にはビットコインよりも多くのことができるからですということですよね。はい、だから信念はさっき前の方でも出てきましたけど、同じように分散化ができて、これからね、いろんな、まあ、垣根を崩していくということですけど、そういう信念は同じ。ただ技術的にはね、もう開発をどん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 エマゴ、IoHK がやってるので、
どんどんもう全然上だということですね。だからビットコインもすごいけど、カルダノは、もっと上だよと言ってますということですね。でさらに、それで最後の方5分ぐらい見ていただけると、ここら辺のねところを強く言っていて、フェアな世界を作っていって、それを後世にね引き継いでいくんだというチャールズさんの熱い思いが語られているので、ぜひ最後の5分ぐらいを見ていただければなと思います。はい、で他にはですね、ブロックチェーン広報のミッキーさんから、ブロックチェーントレーサビリティを導入したいサプライチェーンの業界の企業様ということで、はい、このように出ています。ブロックチェーントレーサビリティを導入したいサプライチェーン業界の企業様お問い合わせくださいと、すでにインドネシアのコーヒーチェーンで導入していますということですね。はい、これからどん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 広がってくるといいなと思います。はい、最後にエマーゴからですけど、 When you subscribe the エマーゴニュースレター、ここに登録するとあなたは、フリーのね、無料で、ブロックチェーンの単語集がもらえますよと。 In today's blog、 このブログでは、ハイライト、10の単語をハイライトして、見ることができますよということで、ちょっと見てみたいと思います。はい、こちら今後のページですね。はい、はい、前置きがありまして、1番がピアツーピア、はい、2番がクリプトカレンシー、3番がカルダノ、はい、4番がノード、5番がアドレス、6番がビットコイン、7番がスマートコントラクト、8番がブロックチェーン、9番がトークン。トークンでなんか分かってるようで分かりにくいような感じがしますね。ディセントラリゼーション。なるほど。ということで、ちょっとね、基本を押さえたい方、一回ご覧になっていただけるといいかなと思います。ではね、値段に戻りたいと思います。はい、5.30 まで上がってますね。14,012.9×5.30 で元本が10万円ですので、25,732円のマイナスということになります。そして、パーセントでいきますと、25.7% のマイナスということになります。先ほどの、チャールさんのビデオですね、あれ、ぜひご覧になってください。では、ご視聴いただきましてありがとうございます。失礼いたします。